バルセロナに所属する33歳のウルグアイ代表 FW イス・スアレス。ユベントスへ移籍する可能が高まっているが、バルセロナとの対談交渉、けでなくパスポートの問題も解決する必要ありそうだ。3日に、医師、ガゼッタ・デロス・ルトが報じている。今シーズンのバルセロナ、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、2014年7月からスペインで、プレーしているアレスだが、市民権を取得せずとも、EU 内選手と、て扱われていた。同選手の妻が、イタリア国籍、パスポートを所有している関係で、EU 内選手と、められていたのである。しかし、同氏によると、ペインとは、法律が異なるため、イタリアによっては十分な市民権を得るために試験に合格、る必要があるとのこと。ユベントスはスワレ、EU 圏外枠、最大3人まで、登録可能の一つを使う、森はなく、スワレスが、パスポートの問題を、決できるかどうかによって、契約を考えるよ、だ。2014年7月からバルセロナに在籍するスワレス、これまでに、リーガエスパニョーラで4回、コ・デルレーで4回、2014-15シーズンのチャンピオン、リーグ制覇に貢献するなど、様々なタイトルを無にもたらしてきた。2019-20シーズンも公式戦36ミで21得点12アシストの活躍を見せている。しかし、ナルド・クーマン新監督から戦力外通告を受けたことで、今夏の移籍市場で退団すること、濃厚になっていた。両。